聖地の村に戻って長老様に話を聞いてみましょう。鏡のことも何か知っているかもしれないわ。大丈夫、きっと助かる方法があるはずよ。長老様、その異世界とここの世界を再びつなぐ方法はないのですか？あまり時間もないし、とにかくそこに行ってみるしかなさそうね。玄武の聖地に行きましょう。力になってあげたいの。アキコが行くって言うんなら、俺は別にそれでいいけどよ。行き先は巫女が決めることだ。俺もそれでいい。
わかったよ。行けばいいんだろ。行けば。1週間あれば目的地にはたどり着けるわ。大丈夫、きっとなんとかなるから。何やってんだ、置いてかれたいのか。どうしてって、これくらい普通だろ。お前、体弱いのか。大丈夫？たく、ぐずぐずしてたらあっという間に日が暮れちまうぜ。お前どんな暮らししてたんだ。いくらなんでも疲れんの早すぎだろ。しょうがねえ、この先に泉があるみたいだからそこで休憩するか。もう知らねえぞ、勝手にしろ。俺は先に行ってるからな。俺も先に行く。ついてこなかったら置いてくからな。お前のために急いでいるんだがな。もう少しだけ頑張りましょう。あとちょっとだから。携帯？何なのそれ。
そんなに短くて大丈夫なの？そうなの？ちょっといない間にそんなに短く。もしかしてずっと聞いてたの？なんだ、聞いてちゃ悪いか？別にそういうわけではないけど。だったら別にいいじゃん。女の子同士の会話を盗み聞きするなんて趣味が悪いわ。女同士ならいいな。これで文句ないだろ。そういう問題じゃないでしょ。とにかく二人とももっと早く歩けよな。先は長いんだからよ。なんだか嫌な感じだな。待ち伏せか。クトー国の奴らか。今度は巫女の命をもらいに来ました。相手をしていただきますよ。殺しに来てあげたよ。くそ、てめえらしつこいんだよ。
やってみよう。やはり七星矢相手に正面からでは無理ですか。ここは一旦引きましょう。目的は十分果たしました。すっぽ巻いて逃げんのかよ。いつでも相手してやるぜ。お前生意気だよ。シギ様、こいつここで殺しちゃってもいいでしょ。シュラ、言うことも聞けないのですか。あ、はい、すみません、シギ様。目的を果たしたとか言ってたみてえだけど、なんだそりゃ。何？もしかして。おい、何がもしかしてなんだよ。わからないけど、急いで行ってみましょう。やられた。あいつら、これを狙ってやがったんだな。しかし道を塞がれたのは厄介だな。ああ、これじゃこの山を突っ切って進むのは無理だな。本当に他に道はないの？抜け道とか裏道は？だが道を通らなければなんとかなるかもしれないな。山の中を突っ切れば間に合うかもしれない。もちろん危険な道だから。俺は別に構わねえけどな。行くも行かねえもお前が決めろ。かなりきついと思うけどな。判断はお前に任せる。お前の旅だからな。しょう
道はきつくなるけど、泣き言言うなよ。んだよ、山道か。たまにはそれもいいけどよ。わかった。お前の意思を尊重しよう。頑張りましょうね。ことはこの山を越えて聖地手前の村をまっすぐに目指せばいいってことか。そうなるな。そこから聖地までは道があるようだし、それにその村で一度休んだ方がいい。本当に大丈夫？少し休まなくていいの？無理をして明日動けなくなっても知らないぞ。頑張るのはいいけどよ、いつまで続くかね。あんまり意地張るなよ。無理すんなって言ってんだろ。焦る気持ちもわかるけど、無理しないでね。本当に動けなくなるぞ。無理をしてもいいことはない。どっから落ちてきたんだ？上の方だって？これって、おい！立ち止まるな。先に進め。捕まれ。
身を任せろ。逆らうな。大丈夫か？雪が口に入った！うまく助け出したはずだ。ちっ、あの野郎、好き勝手に飛び上がって。上に登るのは難しいな。富田、地図を持っているか？から落ちたから時間がかかるって言ってた回り道にうまく落ちてきたみてえだな。道はあるがかなり回り道だな。ギリギリというところだろう。ってことは、タキコたちと合流するためにも目的の村に急いだ方がいいな。二人なら山越えするつもりだろう。その方が早いし、いざとなればウルキが飛べる。ことだ。俺たちの方が遅れそうだし、出発するか。
まあ本当なら七星子探しをしているはずだしな。それよか、滝子の方も心配だな。こっちと違って雪もあったし。ああ、心配だよな。てか、匠のことかよ。当たり前だろ。男の心配してどうするんだ。だが匠の場合はさらわれたというのが正しいからな。心配ももっともだ。意地っ張りで頑固だから、いろいろと悩んでなきゃいいんだけどよ。あいつが巫女になろうって思い始めた原因は、俺のお袋にもあるしな。あるといえばあるな。それもあるんだけどよ、滝子の前で国の話をしねえでもらいたいんだ。巫女に変に里心を持たれては困るということなのだろう。まあな、今のこの国を救えるのは滝子だけかもしんねえし。そう気にするな。玄武の巫女の決意はそんなに崩れやすいものではない。
さて、俺は周囲を見回ってこよう。俺らは留守番かよ。そりゃそうか。じゃ、行くか。だから、お前は留守番だっての。いいからいいから、お前はここにいろって。この一帯をな、特に怪しいことはなかった。どうしてここに？そうか、それは気遣いをさせたようだ。いや、水なら俺がもう汲んできた。ところで、歩くのは慣れたか？普段あまり歩いたことはないのだろう。気は持ちようという前向きな姿勢でいるのはいいことだ。そんなことはない。富手はそういう話し方だ。もっと気楽に接するといい。何のためにここでこうしている？
そうだな。そろそろ戻るか。富田、帰るぞ。てか、出るに出られなくなってよ。だと？人に聞こえるように話してるのが悪いんじゃねえかよ。おい、意思なく投げんなよ。